皆さんこんにちは。現地時間11日に閉会式を迎え終了したパリ五輪。今大会は日本が国外五輪で最多となる45個のメダル獲得。韓国では1976年モントリオール大会50人以降で最小規模となった選手144人で挑みながらも、1988年ソウル大会の33個に次ぐ32個のメダル獲得など、アジアの躍進が多く見られましたが、中でも印象深かったのは北朝鮮の躍進ではないでしょうか。卓球の混合ダブルスでは中国に敗れたものの準優勝を果たしています。そして現在、そんな躍進を見せる北朝鮮選手のある行動が話題を呼んでいます。今回はその内容についてご紹介していきます。卓球の初戦で日本の張本智和、早田ひなペアを破ると、その後も勝ち上がり中国ペアに敗れるも銀メダルを獲得した北朝鮮のリ・ジョンシク、キム・グンヨンペア。パリ五輪では表彰台に上がった選手たちは自分たちの写真を撮るビクトリーセルフィーの機会が与えられますが、そこで銅メダルの韓国の男子選手がメダリスト全員での撮影をしようとしたときに、北朝鮮のペアが拒まず、男子のリ選手は硬い表情を崩しませんでしたが、女子のキム選手は笑顔も浮かべています。2011年7月に脱北した韓国北朝鮮研究所のキム・イルヒョク研究員は、こうした北朝鮮選手団の振る舞いについて、北朝鮮は最低限度の他国選手との交流を認めているものの、韓国選手とは絶対に交わるなと指示しているようですと語ります。実際北朝鮮の選手は国際大会の舞台で韓国の選手だけでなく、韓国記者団の質問への回答を拒否したり、選手とメディアのミックスゾーンでの韓国記者の問いかけを無視したりしています。ですが今回の五輪では本来最低限しか認められていない他国選手との交流が目立っており、6日の女子10メートル高飛び込み決勝では北朝鮮のキム・ミレ選手が銅メダルを獲得すると、表彰式のビクトリーセルフィーで韓国サムスン製のスマホを渡されたキム選手はさすがに困惑した表情になりますが、スマホを中国人選手に渡すと最後は一緒の自撮りに収まっています。キム・イルソン主席のフランス語通訳を務めた元韓国国家安保戦略研究院副院長によれば、北朝鮮の人々が国際試合や外交競技などで国外に出る場合、必ず行動の対処方針が決められ、不必要な交流や資本主義に染まるような行動は糾弾されるといい、特に北朝鮮が激しく対立している日本、米国、韓国との接触は非常にデリケートな問題になるといいます。実際昨年秋、中国広州で開かれたアジア大会では北朝鮮選手団の日韓両国に対する敵対的な行動が目立っており、10月1日の男子サッカー準々決勝の対日本戦では北朝鮮選手がラフプレーを繰り返し、イエローカードが6枚も出る荒れた試合に、また9月25日に行われた射撃競技の男子団体種目表彰式では、優勝した韓国代表と3位のインドネシア代表が国旗掲揚を見守る中、2位の北朝鮮選手団は顔を背け、韓国代表と一緒の写真撮影を拒否しており、北朝鮮の朝鮮中央通信も女子サッカー準々決勝で対戦した韓国代表を傀儡チームとあざけっていました。代表団には外交官や新聞記者などに身分を偽装した国家保衛省、秘密警察の要員が必ず同行しており、今回のパリ五輪でも北朝鮮の朝鮮中央テレビが五輪の試合を録画放送していますが、米国の星条旗をモザイク処理した画面が確認されています。ですのでパリ五輪でも北朝鮮選手はできる限り韓国人を避けるように教育されているはずで、韓国人との不必要な接触は敵は変わり得ない敵だと決めつける最高指導者の怒りを買いかねないことは選手も分かっていることでしょう。ただパリ五輪ではこれまででは決して起きなかったであろう北朝鮮選手と韓国選手の交流が生まれているのも事実で、パリ五輪のボクシング女子54キロ級に出場した韓国のイムエジ選手は銅メダルが確定した後、同じく銅メダルを獲得した北朝鮮のパンチョルミ選手との交流について明かしており、パン選手が選手村でイム選手に日本で使うファイトと同じ意味のファイティングと声をかけたといい、
また2人は昨週の杭州アジア大会で対決した際にも、頑張って決勝で会おうと伝えていたといいます。8月2日にはキム・ジョンウン総書記が敵は変わり得ない敵だと表明していた中で起きた異例の韓国選手と北朝鮮選手の交流。韓国メディアはファイティングは韓国語だからそれを使ったパン選手は大丈夫かと心配しつつも、国境を越えた友情を称えており、現地時間8日には両選手はボクシング女子54キロ級の表彰台で共にビクトリーセルフィに収まっています。そんな韓国との接触に厳しい北朝鮮、元労働党幹部は、当局はパン選手やアン選手に見せしめ的な処罰は下さないだろう。韓国敵視政策をめぐって北朝鮮内は若い人を中心に動揺が広がっている。やりすぎると逆に反発を買いかねないからだ。もちろん当局が2人の行動を苦々しく感じているのは間違いない。場合によっては内部で他に分からないように処罰するかもしれないと語っています。特に前室のキム・イルヒョク氏が語ったように、最近の北朝鮮は韓国による文化情報侵略を極度に恐れており、2020年以降反動思想文化排撃法、青年教養保障法、平壌文化語保護法などを立て続けに制定し、いずれも中身は韓国などの西側文化に親しみ真似をしたり取り入れたりしようとする行為を厳罰で取り締まる内容です。実際ここ最近、北朝鮮内で K-POP や韓国ドラマに触れている若者を公開処刑しているというニュースがよく上がっています。キム・イルヒョク氏は自身も脱北するまで韓国の流行歌を毎日のように歌っていたそうで、周囲が皆堂々と歌うので脱北するまで北朝鮮の歌だと思っていたほどだといいます。キム氏は北の政権が最も恐れるのが韓国文化です、韓国文化の流入はすなわち北政権の崩壊だと言っても過言ではありませんとまで語ります。韓国メディアを敵のクズメディアと非難するなど、北朝鮮の人々の韓国に対する憎悪をかきたて、韓国文化に触れさせたくない思惑がありありと見て取れながらも、遠く離れたフランスで開かれたパリ五輪でそんな最高指導者の計算を狂わせる事態が起きていた今回の件。労働新聞は2日、卓球混合ダブルスで銀メダルを獲得したことは伝え、一部の選手はパリから帰国の道についていますが、その後選手たちがどう扱われるのかは分かっていません。今後の動向に注目が集まります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。